第4試合ブル中野全ジョイズム伝授7番勝負最終戦、まずは赤コーナーブル中野選手ですが、今日はいよいよ最終戦を迎えましたが、どんな気持ちでしょう？そうですね、今日で最終戦なわけですが、全ジョイズムとはいつでもどこでも強く熱いハートで完全燃焼することです。そのことを伝えていきたいです。そして対抗戦がなくても全ジョ限りなく面白いということを私が伝えます。今日の相手、最後の相手、井上京子選手というのは最強の相手、この7番勝負では最後の最強の相手だと思うんですが、井上京子選手についてはどうでしょうか？そうですね、京子はもう誰もが認める天才レスラーですけど、今日は全場のエースとしての京子を自覚させるために、自分は強く怖いブル中野でいきたいです。ブル中野選手の熱い意気込みが伝わる激しい、そして温かさのある、なかなか見応えのある試合になりそうです。はい、そして青コーナー7番勝負最後の刺客としてですね、井上京子選手登場してきましたが、はい、今日の大勝負、大勝負意気込みはどうですか？今日は中野さんと対戦するんですけど、いつまでもあの中野さんやあざ様の時代じゃありません。今日は私が勝って井上京子の時代にしたいと思います。このブル中野対井上京子というのはですね、覚えてらっしゃるファンの方は91年のベストバードを取った試合で、それがかなり年月が経ってるんですけれども、その辺のところは意識しますか？やっぱりいい試合したいっていうのもあるんですけど、今日はあの勝ちを狙っていきたいと思いますんで、今日も一丁絶対勝つぞ、おっしゃ。第4試合ブル中野全ジョイズム伝授7番勝負最終戦、30分一本勝負を行います。青コーナー175パウンス、井上京子。赤コーナー獄門刀210パウンス、レフリー村山大地。さあ後半戦 第4試合になります。ブル中野全ジョイズム伝授7番勝負、いよいよ最終戦ということになりました。相手は井上京子、まあ、もちろん最終戦にはふさわしいと言いましょうか。これは全ジョイズム伝授というよりはもう一つのシングルマッチとしてね、非常に楽しみな一戦ということになりました。なんか大きなシングルマッチじゃないですか、これ。すごく、はい、まあ、リングに、ね、上がってきてから井上京子、ついに1回も中野選手と顔、あの目を合わせなかったですね。まだあんまり目を合わせてないですもんね。まあ、ブル様の方も今やっと視線がお互いあった、握手した時もね、顔合わせなかったしね。まずはダブルトップ、京子もこれはまたきらびやかなニューコスチュームで登場。ブル様に勝ったか、強烈ラリアット。94年のブル中野は怖いブル様復活というふうにね、1月3日の試合では豊田真奈美を一周したわけですけれども、割と意識的には同格で戦ってますよね、井上京子。今のところ分かんないですけども、まあ、この試合と井上京子対ブル中野の試合といえば、まあ、91年になりますか、ベストバウトに輝いたね、 3WA 世界戦があるわけですけれども、それにも増してね、お互い非常に当然当時よりも技術的にもレベルアップしていることですし、またさらになる、さらにね、素晴らしい試合が期待できるという感じがいたします。ブル様もこれは今日は初めから飛ばしているような感じがしますが、やはりこれまでの全ジョイズム伝授、まあ6戦やってるわけですけれども、6戦6勝、当然ながら、まあ、まだ1回も負けていないわけですけれども、ちょっとこの試合最終戦
だいぶ意味合いが変わってくるんじゃないですか、ブルにとって。そうでしょうね。また最終戦に井上京子がラインナップされたっていうのは、うん、その辺がポイントかなという気もします。だいぶこれまでの第6戦とは、戦い方も変わってくるんでしょう。初めからガンガンと飛ばしていきましたブル。エプロンではじっくりと間合いを取ろうという井上京子、うん、それになんか当たり前の試合になってないですよね。ダブルチョップ2回目のかわし方とかラリアットのブロックの仕方とかね、はい、でパワーでも全然負けてないでしょ今の井上京子なら。先ほどのお返しという感じですからね。なんか本当にこの体格的というか体の張りがすごいですよね、はい、今の井上京子。これ体格的にはそれほど全然劣らなくなっちゃったんですね。殴られましたね、はい、強烈のラップキック。ここまでどうですか吉田選手。すいません全然なんか見入ってて全然見入ってた、うん、吉田選手はこの試合どう見ますか。どの辺を楽しみに、うん、井上京子が何かやってくれるかとちょっと期待してるんですけど、何かやってくれる、なんか井上京子が出るとそう期待しちゃいますよね。しちゃいますよね、はい。おカニバサミからうまくバックに回って、これはすごくみっちりしてますね、はい。簡単にブル様の方は簡単にさっきロメロスペシャルやらせなかったでしょ、はい、だけどそれでも今カニバサミで倒してそれでも強引に2回目トライするっていうか、なんとブル様をロメロスペシャルする天井。いやーパワーありますね。ここまで高々と上げられる人はおそらく井上京子くらいしかいないんじゃないですか。このまま大変なパワーじゃないですか。ブル様の体が完全にエビゾリ、顎に強烈にフックしてそのまま足をフックして変形のメキシカンストレッチ、強烈に締め上げていきます井上京子。リングご覧のように中央、後頭部にギロチン、一つ一つの技本当に力強くなりました井上京子、うん、なんかテクニシャンというイメージからテクニックプラスパワーの選手になっちゃったですね。なんとなくまあ本当に3拍子揃った選手ですよね。スピードもあるしね、スピードテクニック、うん、4拍子じゃないですか試合運びがすごいから、ええ、やっぱりすごいですね、うん。まあ、キャリアといったらねブル様と比べるとね、まあ、キャリアはしょうがないですよね、ええ、もうそのねキャリアの浅さを全く感じさせないこの井上京子、やはり、まあ、センスという意味ではねピカイチなものがあるんでしょうけれども、この井上京子に対してバッ、あ、リバースの DDT、 メキシコ技ですね。カウント2、いや何気なく入りましたけれども強烈な大技、先ほどのお返しとばかりに円髄へギロチンを落としていった、まあ、やはりギロチンを落とせばねこの人の右に出るものはないという感じがいたします。両選手ともじっくり戦ってますね今日本当に。ロープリフトラリアット、カウント2、ウル様この髪の毛の逆立ちが溶けるのが早いですね、やはり今日は。それだけの相手ってことじゃないですか、やっぱり、うん、ね、ちっこくいきます、正面スリーパーホールドでぐいぐいと締め上げようというブル様、かなりこれチョーク気味に入ってますけれどもね、このままあわよくば落としてしまおうというのか、ドラゴンスリーパーに移行した。ブル中野全女イズム全女7番勝負の最終戦は相手が井上京子、これまでの6試合とはちょっと重きが変わっています。ブルの表情もひときわ厳しいものにそんな感じがいたしますけれども、またしてもスリーパーホールド、スリーパーホールドをねこういうふうに使えるっていうのはやっぱりベテランなのかなっていう感じですよね。
場内から落とせコール。吉田選手ここからここまでは。この展開どうでしょう。どうなんでしょう。でも京子がなんか全然こう、なんていうの、後輩っていうかそういうのを感じさせないですよね。全然ね、対等に戦って対等ですよね、はい、さっきからずっとそう、はい、ブルもこれもう必死ですからね、序盤戦からここでロープブレイク。ちょっと井上京子自分の方をポンポンと2つ叩いて、意識まだ乗ろうとしているのがすごい、うん、ロープの反動にしてのギロチン、鈍い音がした。素晴らしい。今足を落としたんですか。ギロチンみたいな、ね、ギロチンをロープセカンドロープから反動を利用してね、今度はキャメルクラッチ。先ほどからどうやらこれはもう井上京子のスタミナを奪っていこうという戦法か。ブルさんもいつも以上に丁寧に戦ってますよね、はい、何かタイトルマッチのようなね、うん、ここまではそんなじっくりとした展開、ご覧な苦しい表情は井上京子。やっぱりこれ最終戦じゃないですか、この全女イズム、はい、ブル中の全女イズム7番勝負の、はい、伝授をするというよりはなんかこの7番勝負自体が最終的には井上京子と戦うための7番勝負だったのではないかというような、なんかそんな気がしますね。全てはここまでのプロローグであったと、うん、だってこの2人がシングルで戦えるチャンスってもうそんなことないのかもしれないけど、シングルでやるね、はい、チャンスっていうのはそんなにないと思うんですよね。まあカード的に言えばね、まあ今日はたまたま2つのタイトルマッチがありますので、ええ、第4試合という形になってますけれども、はい、これはもう十分メイン級のね見応えあるシングルマッチということになりますんでね。後半再試合は全部メインイベントって感じじゃないですか。はい、いやこれもねちっこくいってますよブルー。持ち上げたの、持ち上げるのも技ですけども、こうやって、はい、なんか形を崩さないでキャメルクラッチみたいに持っていくっていうのもすごいですよね。ここでロープブレイクあまり長く食っていると、まあ、スタミナには自信がある井上京子ですが、後半戦響いてくるでしょう。必要に今日は円髄にこのギロチンを落としていくブル中野。伝授というよりは全女イズムそのものという試合なんでしょう、この井上京子との最終戦。ブル様がこの京子に何かこう伝授するものがあるとするならば何でしょうかね。あ、ラリアットをかわして、あ、綺麗に首をフックして、いや、この辺りも10分経過、トリッキーなテクニシャンぶりを発揮している井上京子。あ、セカンドロープを利してチョップを打っていった。距離があればね、今ドロップキックって感じだったんですね。行こうというとだったんですよね。もう一回、今度はテッペレベルサー、こちらも必殺技、カウンター、顎の先端にヒットした。ここからペースを徐々に自分の方へ持っていこうという井上京子、ミサイルキックを放っていく。今度は赤コーナー、ちょっとストマックのあたりを抑えているブル。もう一発ローアングル、腹部めがけてのミサイルキックは強烈だ。カウントはカウント2。そろそろ試合が動いていこうという今日の第4試合、ジャイアントスイングがなんとブル様を大胆にもジャイアントスイングに持っていこうというパワーファイターぶりを発揮するのか井上京子。張り手一発、さあ、あっと、いったブル様がこんな形で回されているのは私ちょっと初めて見るんですけども、高さもありますね、遠心力がブル中野の体をどんどんと上に持ち上げていった。
数にして10回ですか、うん、ピーターハンって感じですね。どうですか今のジャイアントスイング、吉田さん。すごいですよね、あんなやっぱ強化だけじゃないですか、怪力ですよね、絶対怪力ですよね、これだけできるっていうのですよね。さあお返し、先ほど散々からやられてたこのチョーク気味のスリーパー、お返しとばかりにリング中央ぐいぐいと締め上げていく井上京子、パワーでは全く引きを取っていない、むしろ上回っているのではないかというね、そんな一面も見受けられます。今日の井上京子、京子はこれだいぶあれですか、ウェイトアップしたんじゃないですか、ちょっと見た目だいぶね、また一段と大きくなったような気がするんですけれども、はい、でもまあ太ったわけじゃないから全体的になんかそうですよね、体がパンパンに張ってるって感じだから、うん、筋肉を増やしたというそんな感じがいたします。で重心低いって感じですよね、うん、足を取って、これもトリッキーメキシコ流のストレッチ技、立ってから持ち上げられるんじゃないですか、カンパーナですか、ええ、よしよし、スイングをつけてカンパーナ、腰そして肩、あらゆるところが決まっていきます、このメキシカンストレッチ、そしてすかさずキャメルクラッチ、ブル様苦悶の表情だ。これまでのデンジョイズム7番勝負でこれほど苦しい表情を見せたことがあったでしょうか、ブル中野。94年のこのブル中野、デンジョの中でのポジショニングというのも非常にまあ微妙になってくると言いましょうか、なんかすごい重厚な試合になってきちゃいましたね。ですね。リング完全に中央、膠着状態のこの試合ですけれども、いやしかしね、バッコクね、遅刻攻めています井上京子。差し物ブル様もちょっとこれは強引に顔を決めていくフェイスロックのような形になってますけれども、うん、サードロープやっとのことでエスケープ、なんか密度が濃い試合ですね。ちょっと苦しそうな表情はブル中野。さあこの後はどういった展開を見せるのか、ものすごい鬼気迫るラリアット、いやしかし15分経過、いや井上京子この辺りもラリアット全く負けてないですよね、すごかったですけども、やっぱり回復力が早いっていうか立ってくるのが早いですからね京子選手は。おっと今のはカンガルーキックのようにいったんでしょうか、今度は逆にブルが後ろから羽交い締め、いや本当にこう重厚な試合になってきました今日の第4試合。もちろんプロレスですから、お客さんに見ていただくというのもありますけれども、はい、この試合についてはなんか2人がお互いのなんかを確かめ合うために戦っているという部分がすごい大きいんじゃないですか。いや今のもねオペレベルさんをねそのままスリーパーで抱えましたよ。そして同時目だからお互いが持っているいつもの攻撃パターンの応用編ばかりですよね。そうですね、もう本当に簡単にはそんなものやらせないという、はい、今日の日のために研究したんですか ね、なんかそういう感じですよ ね、何かこう狙いすまして、そう当たり前のものが当たり前に全然決まってないですよね今日、はい、またしてもスリーパー必要に、今日は両選手このスリーパーにこだわります。またいったチキンウィングのような形になってますけれども、完全に決まると差し物井上京子も危ないぞ。同時めのチキンウィングフェイスロックに固めていこうというのか、
サーブロープににじり寄る、左足がロープにかかるか、ここでエスケープ、ぐったりという井上京子。うん、すごい分回しのラリアットというね、腕を思いっきり決まってほとんど反則に近いようなラリアットでしたけれども、あすごい、これも強烈マットに後頭部が脳天が突き刺さった、カウント2。試合が動き出してきたぞ。二段蹴りですね。先ほどのラリアット2発とパイルドライバーというのも、はい、なんて言うんでしょう、展開としては全く新しくないんですけども、説得力がすごいですよね。この蹴りもすごいですよ、説得力が。ガーすごい。井上京子のなんか皮膚の中に足がめり込むのが見えましたけれども、今のは何ですか。前からなんか円陣みたいな、円陣切りみたいな形で前から側頭部を蹴ったんじゃないですか。井上京子すんでのところでロープエスケープ。あー初めて見ました。すごいですよ今日、なんか蹴りが今だかって見たことのないようなね、攻めを見せますブルナカノ。ああ今度はセカンドロープを利しての円錐、もう一回いった。昔っつっても何年か前ですね、はい、あダイビングブレーンキックのような形になっている。それにしても重厚感なる蹴りだ。カウント2。ブル様がこういうブーツじゃなくて割と、はい、シンガードレガースに裸足だった頃割とキック使ってたんですよね、はい、うん、今日はその頃のも出てきてますね技が。あ、危ない危ない、あ完全に足が挟まってしまった。あブルは攻めませんよ、このアクシデントは。あ今ちょっと危ないですね。あやっと足が外れたが大丈夫か井上京子。中野さん飛ぶ、そして飛ぶのか、ブル様が飛んだ。ブル様が飛んでいった。リョープに足を取られた井上京子、挟まり方が割と危険でしたよね。危なかったですね、完全に宙吊りになった状態で、で足がはまったというよりは足首がひねりながら入ってたからね、完全にロープにね。いや今ブルがフィニッシュかというね、あわやそんな場面でしたけれども、今度は舞台は場外。いや早くも20分ですよ。ブル中野全ドイズム伝授7番勝負最終戦、一体どんなフィニッシュが待っているのか。エプロンをゆっくりと自分のスタミナをも回復していこうという井上京子、マットも引いてないところでボディースラムを叩きつけて何をするんでしょう。何か助走をつけて、助走をつけて何をするんだ。相当遠くまで何ですかね。ああ助走をつけて、助走をつけて、ラリアットか。いやあの東京ドームを目指しまして、東京ドームグレート豚の 50m 助走のあのラリアットを彷彿とさせます。長弾な感じでしたね今ね。いやいやしかしすごかったですよ今のは。勢い余った井上京子はキャンバスにゲストつきましたからね。新聞が上がっちゃいますよ ね勢い余った。今度は本部席だ、本部席のスクエアの上で高々と左手一番の何だ何だ、バスター。あすごい、机からなだれ式のブレンバスター、なだれ式ブレンバスターですかって感じですね。いや、ま、今ちょっと逆サイドでちょっとよく落ちた瞬間ね、見えなかったんですけども、ブル様があのかかと押さえたからなんかそういう落ち方したのかもしれないし、今ひょっとしたらかかとがあのマットのないところに叩きつけられたのかもしれませんからね。そういうこともあるかもしれないし、
いや一転してブルさんはピンチ、一進一退の攻防だ。お互い足を、お互い足を引きずりながら満身創痍のこのシングルマッチになってまいりました。ボディスラムから三角飛びからエルボー、うん、ダイビングエルボー決まったか、カウントはどうか、ランチャーですね、カウント。いやしかしまだまだブルさん、ブル様、まだまだか。しかし得意技のナイアガラドライバーのポーズ、ブルナカノを持ち上げるのか、ナイアガラドライバーを狙っている井上京子、そうはいかないって感じですね、ブルさんの方で。やはり一筋縄ではいかないが、ラリアットカシラリアット、これも最近そのままホール、カウントどうか。井上京子をラリアットフィニッシュに使うことも多いんですよね、割とあの体を預けたね、競争をつけたのはリアット、大技のレパートリーがたくさんある選手ってすごいですね、はい、あちょっと今日この右足のふくらはぎのあたりが、あーっとナイアガラを返して、うん、ブル様のジャーマン、うん、ブルのジャーマンも完璧でしたかね、今のはよく返した井上京子。今度は起きて破りのパワーボム、そしてフィニッシュを迎えるのか、気持ちいいですかね、ブル中野を支えてきたこの技、コーナー最上段ギロチンドロップ、飛距離十分、リング中央カウント、返していった井上京子。苦しいのはなんかブル中野も一緒かなって感じで顔つきがね。しかしちょっとリング中央大の字、もう一回ですか、もう一回行くのか。しかし回転式のギロチンとかもあるそうですね、ローリングギロチンですかね、それをね、ギロチンでダメならもう一回ギロチンだ。しかしかわした、あーバックを取って投げっぱなし、投げっぱなしのジャーマン、足を引きずりながらもう一回エルボーを入れて切り返す、ブル中野投げっぱなし降格のジャーマン、カウント、これでも決まらないか、カウント2、3度目の正直を狙うのか、ナイアガラドライバーのポーズ、上げた、持ち上げた、持ち上げた、ブル様が持ち上がった、ナイアガラドライバーへ行くのか、ナイアガラドライバー、カウント、これでボール取れないと強豪の選手ですよね、25分経過、苦しいのは2人とも苦しいでしょうけど、いやこれは完全に決まったと思ったんですが、うん、もう1回いきますか、まだいきますか、ブル中野二度も一度ならず返していったブル中野、うん、すごい試合になってきましたね、すごい試合です、これは先が全く見えませんよ、アップターンしてエルボー、井上京子にもこんだけのね、まだ体力が残ってるんですよね、そうですよね、あれだけ技をやられてロープに登れるっていうのがすごい、ロープに振った、完全にや自分の技が穴となった、カウント、今レフリー村山大地の右腕がマットをかすったかというね、そんなシーンでしたけれども、ブル様が青コーナー、青コーナー、トップロープ最上段、あー円錐ギロチン、あれは見たことなかったですね、すごかったですね、今のベースクロッシャー気味決まりました、危ない危ない、あー京子危ないぞ、またしても円錐ギロチンか、ギロチンドロップ、26分34秒、26分34秒、ギロチンドロップの対決です。
でブル中野選手の攻撃でございました。いやしかし最後はやはりギロチンですか。うん、でも普通のギロチンじゃないですしね。ギロチンドロップ4回5回使って、はい、やっと井上京子にホールからホール取れたっていうんで、うん、いやそれにしても両選手満身創痍、26分34秒という死闘でしたけれども、まあブルもねナイアガラドライバーを決められた時にはもう完全にダメかと思いましたけれども、まだちょっとリング中央大の字は井上京子。吉田選手、はい、どうでしたかフィニッシュ。はい、なんか京子が勝ったかなってなんか思った瞬間が何回かあったんで、ね、はい、だから負けたけど全然なんかすごいですよね。うん、これはスリリングな試合だったですね。はい、うん、まあ、あの2度目にナイアガラドライバーで持ち上げた瞬間はもう、まあ、この前のお客さんも、ブルー様からやっとホール取るかなって感じがしましたね。京子の勝利をね、確信した人がかなりいたんじゃないかなという気がしましたけれども、まあ一筋縄でいかない最後までね、下駄を履くまで分からないこのプロレスですけれども、いや素晴らしい試合ですね。はい、ブル中野のギロチンということになりました。こだわったですよね。はい、全場イズム7番勝負最終戦、大激闘の末やはり勝利を飾ったブル中野選手です。どうぞ。足の方が途中場外で、ブレンバスターかなり角度のあるところでかかとですか。そうですね、あのマットの外に出ちゃったんで打ちつけちゃったんですけど大丈夫です。それでもその後もう最後の方大激闘ありまして、井上京子選手のこうパワーというか成長ぶりはどうでしたか。あの7番勝負の中で一番今日は本当に辛かったです。戦ってて危なかったですね今日は。それでもさすがに最後は、まあ、殿下の宝刀ギロチンドロップ、あの井上京子選手もナイアガラを連発してきましたが、やはりギロチンで、決めるというところはさすがブル中野という感じでしたが。そうですね、もうこれ必ずホール取りたかったですからこの技で。前にスイダベシングやった時にムーンサートだったんで今日はあえてギロチンに断りました。7番勝負これで全て勝利を収めて、7連勝を語ったわけですが、7つ試合を終えて、振り返ってどんな感じでしょう。そうですね、また一つなんか自分がキャリアの面でみんなに教えた部分もあるだろうけども、反対にみんなから若さとか昔のがむしゃらさっていうか強固の意地とかそういうものを教わりました。ブル中野選手今年も幅広い活躍が期待できそうです。なかなか大激闘の末見事勝利を収めました。セミファイナル 3AA 世界タッグ選手権試合、まず赤コーナーチャンピオンチーム山田敏夫選手と豊田真奈美選手です。今日の試合はですね12月に、関西尾崎組から取り返して初防衛戦ということですが、山田選手今日の一つどうでしょう。まあ、今年最初のですか初防衛戦ということで、まあ、それに相手が同期ということでなんか嬉しい反面やっぱりこのベルト守っていかなきゃいけないんで、今日はこのベルトの重みを分かってもらうためにも頑張りたいと思います。豊田選手はどうでしょうか。と三田と下田は同期なんでなんか信じられないようなパワーを出してくると思うんですけど、今日は飛んで待って2人を潰したいと思います。はい、というわけでチャンピオンチーム今日は初防衛戦かなり気合が入っているようです。さて青コーナーチャレンジャー下田美馬選手と三田悦子選手ですが、ついに、山田トヨタと戦う時が来たという感じだと思うんですが、今日の一戦かなり気持ち高ぶっていると思うんですがどうでしょう。とタッグチームとしては山田トヨタに私たちも負けていないと思いますので、頑張りたいと思います。そして今日の試合をラスカチョーラスの今後につなげていきたいと思います。北斗晶選手はね、一応3試合を残して引退という形になってますが、三田選手今日の試合どうでしょう。山田トヨタが 3AA タッグチャンピオンといっても初戦同期ですから負けません。なんか静かな中にも闘志を感じさせるカチョーラス下田美馬選手と三田悦子選手です。試合に先立ちまして選手権チームよりチャンピオンベルトの返還でございます。
本日のセミファイナル 3WA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム145パンス下田美馬、同じく165パンス三田悦子、赤コーナー選手権チーム150パントヨタマナビ、同じく150パント山田俊雄。今日のセミファイナルです。 3WA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負、チャンピオン山田俊雄トヨタ真奈美組対挑戦者三田悦子下田美馬組。まあいよいよ 3WA のねタッグ選手権試合、今日は3本勝負ということでね決着をつけようということになりました、大一番って感じがしますね、はい、両チームがリングで向かい合っただけでなんかすごいピリ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 した、そうですね、続々とねこちらにも伝わってきますよね、ちょっと鳥肌もんだったですね、はい、そして放送席には、素晴らしい試合を見せてくれました南鈴鹿選手に お越しいただいてます。南さんよろしくお願いします。お願いします、楽しみなね、はい、セミメイン両方ともタイトルマッチですけれども、はい、南さんこの試合はどう見ますか。やっぱり山田トヨタの大分組は強いっていうのをもうお客さんは分かってるんで、はい、下田と三田選手には頑張ってもらいたいなと思います。ね、まあシュープロ市場なんかでは一世一代の大勝負というふうにね、はい、でも一世一代じゃないですか、うん、というふうにこう報じられておりますけれども、もうやはりこの強烈張り手、リングに上がった瞬間ラスカチョーラスの方が、はい、私らの番だよっていうような顔してたから、ええ、うん、それだけでもうこれまでには比べ物にならないほどのこの決意でね三田下田は望んでるような気がしますけれども、でもメインイベント取る力はもうつけてると思いますよ、はい、まあ、そしてなんといっても今日先ほどからリングサイド本部席にはこのラスカチョーラスの総帥挙手がね非常に話題になっておりますが、カウントダウン3試合で引退ということが決まっている北斗晶がリングサイド陣取っているわけですけれども、今リング上ではトヨタがトップロープから下田を投げていきました。今あそこで下田選手をタッチしたのは良かったと思いますけど、はい、トヨタ選手の大技のなんで連発を食らう前に割とそのリズムを分断しちゃうっていうか、まあ、ここでもう一度仕切り直すという感じになりますから ね長身の三田がリング中央トヨタと対します。あ、噛みつきでいった。今日はやはりいつもとはねちょっとね趣が違いますよこのラスカチョーラス、うん、ガンガンいっています。試合開始早々からガンガンいきます。強烈パイルドライバー、これもハイアングルボディースラム強烈ですね見た、うん、大きさがよく分かる、うん、動きですね、はい、三田下田組としてはやはりこのどのあたりから活路を見出そうというところあるんでしょうかね。やはりこのタッグを分断していこうとかそういったことは考えてるんでしょうか。今持ってるものすべてぶつけるという形が一番いいんじゃないですか、うん、そうですよね。そうですね、カンカンしてないと思いますけど、うん、もう全部出して出し切っちゃわないと相手はやっぱり強いチャンピオンなんだから、はい、また初挑戦だから勝つ以上にこのコンビをもっとみんなに知ってもらうというか実力ぶりをね、はい、それも大事じゃないかなと、ね、もちろんタイトルマッチは勝つのも大切だけど、うん、まあ、三田下田にとってはこれはまあ一世一代の大勝負、当然一世一代のチャンスであるわけですからね。タイトルをこれ移動するようなことがありますとこのラスカチョーラスね北斗の引退にもねいい花向きができるというもんでしょう。
腰に強烈に2位を当てていきました下田。キャメルクラッチの体勢、顔面をかきむしらんばかりの。でも本当は北斗の子分って言ってるうちは、はい、チャンピオンって感じじゃないんですよね。分かんないですけど、これは今どのぐらいの段階にいるのか、まあ、もちろんその子分からね、いずれは当然、まあ、いずれというか今年はもう脱皮しなければいけないこの2人ですから、まあ、その証と言いましょうかね、このタイトルを取って名実ともにラスカチョーラスをあの、まあ、メインを張っていくという風になってもらいたいものです。この下田と三田。さあここで長身の三田にタッチ、バックを取って強烈バックブリーカー、そしてホール。今のなんか割と新しくないですか。そうですね、昔使ってた覚えがあると思うんですけど。あそうですか、はい、いや持ってるもん全部出さなかったらトヨタと山田なんか勝てないですよね。張り手張り手張り手、なんかあの張り手ってすごいですね。失礼かもしれないけど、見たらしからぬ凄さっていうか。いやいやいや、でも元気じゃない。いいでしょう今あの張り手で、あースープラトンのパイルドライバーでカウントはどうか。どっちかというと今はいいペースになってますね。いいペースですね、はい、ここまではこのラスカチョーラス挑戦者チームのペースと言っていいでしょう。体格的なこと言ったら、それこそ三谷真正面からバカバカバカって来られたら、トヨタ、ね、トヨタ選手なんか細い方なんだから割と、はい、どちらかというと下田と同じぐらいの体格ですからね。そうですよね。これもうまく返していった。まあただ意外といってはなんですが、キャリア的には同じなんですよ。三田下田の方がみんな同じなんです。みんな同じですか、ええ、だから山田とトヨタが出世組で、はい、なんて言うんでしょうね、下田と三田が雑草組っていう感じだったんですね、うん、はい。おロメロスペシャル、高々と持ち上げていった。すかさず変形のストレッチ。ここまでは下田らしいファイト。これももう最近は下田の定番になってきましたけれどもね、足で踏みつけて、さあ今度はコーナーに振って、ポーンとセカンドのアップに強烈ハイアングルミサイルキック。ああいうのがあるからすぐにペースが、はい、もう一瞬でペースが逆転になっちゃうっていうか。こちらも山田のパワー殺法。これ丸いですよ最近。あこれ、はい、で特に今なんてトヨタが捕まえて山田休んでる状態で、力あり余っちゃってますよね。練習しますか。これは最高が10何周って言ったんで20周近く回すんじゃないですか。山田敏夫の得意技ストレッチマフラーで20周ぐらいいったんでしょうか。さすがにちょっとねウエイト的には軽い下田ですから。トヨタが怒るか。トヨタ怒りましたか。いやちょっとあのでしょう多分、うん、あの三田の張り手がね回りもなさはこれも回しもまた回った、ローリングクレイドル。ちょっとリング青コーナー寄りではありますけどもスピードありますよね。まだ回しますよ。ご覧のようにぐる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 とユリースのようにローリングクレイドル、頭に血が昇っていきます。下田もう20回転いってますよね。すごいですよ。どこまで回すんでしょうか。当然まあ自分もねこれ目が回っていくわけなんですけれども、いや三田ももう意地じゃないですか。下田ももうこれはでも手が大の字でもう平行感覚完全に失ってるような感じになってきました。いやまだ回しますよ。大丈夫でしょうか。ちょっと顔面が好調してきた。トヨタも執念深いですねやっぱり。まだ回します。わ激励に出ましたか。40周ですよ。40周いきましたか。危ない。よく返しましたが、自分だって目回ってないわけないんだから。でもあこれも強烈、うん、
後頭部を打ちつけていった。ちょっと下田が捕まっているぞ。挑戦者チームラスカチョーラス、もう一回いきますか。ストレッチマフラー、でもこのチャンピオンチームに対して受けに回っちゃいけないんですよね。ガンガンいかないといけないですよね。チャンピオンチームっていうのは攻撃型の、うん、チームですから、はい、ほっといたらいくらでも技出してきますよ ね、 ね、向こうが。下田ここはこのロンリーバトルなんとか出したいところ。ロープ、サードロープに手をにじり寄ってここで届くか。ロープブレイク、お客さんがなんかいたと下田を応援、うん、それはそうです。やっぱり、まあ、心情的にはね、後ろから追い上げてきた人を応援したいじゃないですか、ね、みんな、ええ、もう山田とトヨタの強いことはみんな分かってるんだから、はい。ちょっと下田が攻め込まれているが、やはりこの辺りも王者組の貫禄を見せていこうという山田の意地ですよね。リバースのトラースキックからやっとの思いで三谷タッチだが、入ってきてすぐ山田が捉えたかに見えたが、三田もうまく軽快にフットワークを、あっ今ネックスリか、でも下田が相当面回ってるから、ええ、あちょっとねセカンドロープに登った、あジャックナイフですか、カウント2、うん、でもコンビネーションちょっと崩れてもめげずにどん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 いかないと、はい、今度は挑戦者チームが捕まったか、あうまく場外からフォローに回った。下田がうまいぞ、ノーザンライト2プラトンの攻撃、ラスカチョーラス、ああこのロープ最上段からのエクブリーカーは誤爆、ラリアットをかわして、しかし三田もよく見ている。一進一退、両者入り乱れたの攻防。今度は挑戦者、ああ一っ飛びープ打たりまとめてボディープレスでなぎ倒していった。今度は下田が捕まるのか、ロープ最上段は山田、しかしそれを三田が足を掴んで、あ下田が今度は逆サイドから、あー七重式ダブロープ、すごいチャンスチャンス、ダブロープ一戦一戦のチャンスだ。あしかしカウント2、いや今高さといい10、三田のカットも良かったですよ、あそこで山田を抑えといたのは。下田のなだれ式ダブルアーム決まったかに見えたんですけれども、カウントは2、今度はトヨタの返しムーンサルト、チャンスチャンス、見透かしていたのチャンスだ、後ろ乗ってジャーマン、カウントはカウント2、セミファイナル 3WA タッグ選手権は3本勝負で行われています。今日のセミファイナル1本目、あジャパニーズオーシャンスープレックス、危ないカウント、三田がなんとかカットに入った。なんかあの二人は警戒してますね。もう殴り合い状態ですか、青コーナー。お互いなんとかこれをカットしないと、カットしないと下田が危ないぞ、下田が危ない、あ三田が入ってうまく考えた、まるで込んでカウントは、あ惜しい、今すごいチャンスだったんですけどね。やはりこれ3本勝負1本目取ると取らないじゃあね、特に挑戦者チームスピンキックですか、あなんかああいうこともあるんだと、あしつこい、もう一回もう一回トライしますよ。ジャパニーズオーシャンサイクロン、ぐるっと一周して、あこのまま完全に決まった、エプロンでは見たが完全に抑えられている。1本目は王者チームが先取。やっぱりあの必殺技の数では下田三田組やっぱり劣るじゃないですか、数では。だから本当はこのコンビこそ分断されちゃいけないんですよね、完全に今ね、うん、逆の立場、本当に1本目はチャンピオンチームが挑戦者を分断したなという、はい、うん、今画面はねちょっと、まあ、心配そうに見つめる北斗捉えておりますけれども、南先生やっぱりあの技はもらっちゃいけないですよね、もらっちゃいけないですね、
まあ、山田がね三田を完全にシャットアウトしましたんでね。また3本勝負だからチャレンジャーが本当に1本目取らないといけないんですよ。ちょっと下田がまだクロッキー気味、多少苦しくしないと下田と三田っていうのは力出せないのかなっていう気もするし ね、まあ、これまでね何度となくこの逆境に、はい、逆境を乗り越えてきたこの2人ですからね、うん、後がないときの方が力発揮するのかもしれないし、うん、まあ、やっと掴んだこのチャンスですからね、うん、このまま終わってほしくはない。玉砕でねクブリカーに行ったんですが、ちょっとまだね第1試合の1本目のスタミナ消耗度が残っているかに見えたんですが、もう本当に一発逆転狂ったようにやるしかないんじゃないですか。ネックブリーカー高さがあります。大歓声の大田区体育館。さあ体力ここまでは温存気味のこの三田ですから、ここは期待したいですが、今のは何ですか。顔面に膝当ててきましたよね、まあ、技じゃないけどそれでも返しちゃうのがなんかすごいところって気もするし、ラリアットをかわして、もう不格好でも何でもいいからこうやって技をたくさん使って、はい、ダメージ、出ましたよブレイジングチョップ。ダブルチョップもう一発いくのか。破壊力十分。いやすごい音がしましたけれども、痛いですよこれ。あーものすごい音、痛いでしょうね。いやこれはあの天竜の逆水平にも匹敵するようなね、ものすごい音しましたけれども、山田の胸板がきしむ音がいたしました。しかしカウントは2、今度は7レ式ブレンバスターを狙っていく。高さがあるだけに差し物山田も、おトップロープですよ。危ない危ない、ものすごい3回からの7レ式ブレンバスターと言っておきましょう。カウントはもっとしつこく攻めないと、でも、はい、なかなかこの2人から3カウントって取れないんですよね。まあ三田がこのねチャンピオンチームから3カウント奪うには、やはりあの必殺のデスバレーボムか、まあ、あの辺りにうまくつないでいかないとね、十分に痛めつけておいておいてからね、ですね、ええ、さあそこまでなんとか持っていきたい挑戦者チーム。破壊力という意味ではね、山田のリバースゴリースペシャルか、あるいはトヨタの必殺技にも匹敵するものがあります、この三田の必殺技、うん、こうやってたくさん技をつないでいかないとじっくりとね、ええ、こちらもラスカチョーラス、もう定番でしょう、いじめにいじめ抜いてやる、そういった94年のスローガンを掲げているこの下田。今度はいいですね、今ネックハンギングなんかもっと使った方がいいと思う、ネックハンギングとネックブリーカーの合体技を見せたラスカチョーラス、そしてスリーパーだ、グイグイと締め上げていこうという下田、闘志むき出し、あ顔面蒼白は山田、大丈夫か。なんかやっぱり挑戦者チーム中心に見ちゃいますよね、どうしても、でも私下田と三田を認めてる方がドキドキしたんですけど、あそうですか、はい、どうしてですか。なんかやっぱり大手チームって強いっていうのが分かってるから、なんかホールを取るのも当たり前ですよね。だからあっちの2人に頑張ってもらいたいから、やっぱりそうですよね、はい、みんながそう思ってるんですか。いや今日の大体館のお客さん、この声援を見れば分かるんですけれどもね、そうチャンピオンチームには悪いけど今日は、うん、もう挑戦者がどれだけ頑張るかっていうのをみんなが見てるっていう感じ、はいはい。まあ、やはりこのタイトル移動の下馬評ではですね、挑戦者チームが勝つというのはさすがにちょっと不利かなというふうに思われてますね。まともにやったらやっぱりこのチャンピオンチームには勝てないだろうっていうのは分かりきっちゃってるっていうか、だから頑張ってほしいっていうか、逆に、まあ、もちろんねリングサイド、あ素晴らしい、じっくりと見ている北斗もその辺は分かっているんでしょう。いやこれはスリーパーというかフェイスロックというか、下田がもう引き迫る表情で、これが下田の魅力なのかもしれないですね、締め上げていきます。なんとかこのお客さんの大歓声に応えてほしい。ラスカチョーラス高知系だ、そしてリング中央仁王立ちの下田、今のはらしかったですよね。いやー王者チームを足蹴にしようという大胆不敵ラスカチョーラスの2人、
いや2本目ずいぶんらしさが出てきたんじゃないですかこの2人、うん、あの華麗な技ではやっぱりトヨタとか山田に勝てないから、はい、強烈ドリアホールパイルドライバーから、あ、首を決めていった、首を決めていった、お、うん、これでギブアップ取る可能性だって、ね、ないわけじゃないんですから、がっちり決まってますよ、このスリーパーとかフェイスロックっていうのは本当、はい、勝ってやるっていう気持ちがよくわかりますよ ね、ほとんどチョーク、あ、チョークだ、チョークだ、首を絞めている、闘志むき出しだ、あ、そう、あ、これはえげつないよ、あ、これはすごい、なすべなしの山田、山田の首を徹底して攻めていこうというか、なんとも生贄状態でしたからね今ね、ちょっと離れてるとやっぱ蹴られるじゃないですか、だからくっついてた方がいいかもしれないですね、山田には。今はどうでしょう、挑戦者チームうまく分断作戦成功してるんじゃないですか、山田、いい作戦じゃないですか、あ、ここは、タッチしてしまった、いや私もついついタッチしてしまったというふうに言ってしまったんですが、強烈なトヨタのキック、ご強さもないことしましたね、ニングドラップキック、トヨタにこれ始められちゃうともう止まんないですよね、ダメでしょうね、もう誰にも止められない状態になってしまいますか、スイングしていますトヨタマナミ、これが、なんか顔と言わず頭と言わず、うん、しっかりでもガードしてましたかね、今まともに食らってはもう一貫のおしまいというトヨタのミサイルキックから、今度は見た、はい、はい、カウント2、2本目はこの三田の奮起に期待したい、お、これはうまくかわして下田がミサイルキックのお返し、さあ抱え上げてデスバレーボムをもらったが、ジャーマンで切り返していった、危ない危ない、あ、今ちょっと三田かなりハイアングルジャーマン食らいました、大丈夫でしょうか、ボディスラムで叩きつけておいて、ムーンサルト、しかしこの辺はラスカショラスも連携がいいぞ、強烈、なんか体勢十分じゃないのに投げちゃったっていう、強引に持っていきましたよね、あ、うまく分担しているぞ、うまく分担しているぞ、リング外に転げをしていった山田、そして両コーナー、青赤両コーナー、トップラッカー、フライングヘッドカウント、なかなかこれでもフォール取れないんだから、いや、これは山田トヨタが2人でやりますね、お返しですよね、いい連携でしたが、しかし惜しくは、あ、デスバレーボムに行くとこだったんですが、危ない、見た、やっぱりチャンピオンシーチームはしぶといですね、しぶといですね、やっぱり打数が違うって感じ、ね、必殺技やらせないですよね、いや下田もよくカットに行ってるんですが、場外の下田に飛んでいったトヨタ、誰もが、ね、誰もが、いや、目を疑った瞬間であります、ラーケット、ムーンサルトプレスがカウントアブライン、下田寸前のところでカットに入っていった、いチャレンジャーチームまだまだ頑張りが足りない、まだまだ行かなきゃいけないですが、まだまだやっても、今度は、今度はチャンピオン、やりたい放題、チャンピオンチームが得意だ、下田、何をやってんだ、下田カットが遅いぞ、カウント2、やっぱりチャンピオンチームの戦い方も完成してますね、スープラトン、あ、これはうまくフォローした下田美和、今度は1点、ラスクは超ラスの挑戦者チームの2プラトン、ハイアングルで、あ、逆に返していこうというところ、しかし、思うように、
山田に蹴らしてはいけません。今試合やってるの誰と誰なんでしょうね。ちょっとよく分かりませんけども、4射入り乱れて、うわっ、抱えてデスパレーバブチャンス、チャンスです。これはチャンス、これはチャンス、完全にグロッキーだ。トヨタは完全にグロッキー。あ、下田はマットを叩いて、下田はカウントしているが、しかしレフリーは両者ノックダウン、両者ダブルノックダウンの体勢を取っている。下田は山田を完全に抑えているぞ。下田は山田を完全にエプロンに釘付けにしている。デスバレーボブ、大丈夫かな。レッツセカンド9分55秒。いや、今迫力十分だったですね。こうやって戦わないとチャンピオンチームからモール取れないんですよね。デスバレーボム2連チャンですか。いや、これはちょっとさすがのトヨタもね、返せなかったんですけれども、いや、それにしても2本目よく戦いました挑戦者。まあ当然今トヨタグロッキーですから、一気にこれ行きたいですね、3本目もね。そうでしょうね。うん、ご覧のようにどうでしょう、北斗の表情。一本先取されたのことが、はい、幸いっていうか、うん、2本目本当は力出しましたよね、下田と宇田。窮地に立たされて後がなくなりましたからね、いや、それにしてもどうですか今のデスバレーボム、南さん、強烈でしたけれども、ね、自分もあの技に負けてるんですよ、ホール、ホール取られましたよね、はい。ちょっとまだリング中央で起き上がれないトヨタ。本当に、あ、いや、三田が、三田がああいうの珍しいじゃないですか。珍しいですよ、ええ、本当はもっともっとああやって打ってほしいんだけど、はい、あんまりちょっと迫力なかったけど、まあいいでしょう、それは。でもね、自分でノックダウンに追い詰めたわけですから、説得力十分でしたよね、ええ。さあ、場外場外、髪の毛を掴んで、三田が、三田が、あっと、こちら放送席の方に向かってきた。そしてマット上、あ、場外で強烈、どうだと言わんばかりの三田の表情が今私の目の前でスパークしたわけでありますけれども、完全にグロッキーはトヨタ学び。あ、危ない危ない、あ、それは危ないよ。なんとマットのないところでコンクリートの床に脳天を叩きつけていった。ここのフロアはそれに硬い感じですね。硬いですよここ、いや、今慌てて山田が救護に駆けつけましたけれどもね、危ないぞ危ないぞ。あー、放送席、山田が飛んできた。あ、今ちょっと顔のね、耳のあたりを押さえている山田ですけれども、それにしてもラスカチョーラスの2人はもう凶暴になってきた。タイトルのためにまっしぐら一直線に向かっています。スリダブレのタックダッシュ目前だ。さあ、カウントはどうか。一世一代の大チャンスを迎えています。三田、下田、ラスカチョーラス、今年限りの引退を決めた北斗に対する引退への花道をこの 3WA タックをね、奪うことで飾ることができるのか。ラスカチョーラスの2人、タッグチームの頂点に今もうまさに手が届くところまで来ていますが、一瞬の返し技が怖い。カウント、逃がすな逃がすな。あ、ここはタッチ許しちゃいけないですよね。髪の毛を掴んで、見たいいですね、いいですね、今日ね、見た大きいですから、あのリング中央仁王立ちがこれほど似合うというか、これほど絵になる選手もいないんじゃないでしょうか。見た、何かこの試合2本目からこの選手が何かこう一皮向けたようなね、そんな印象さえ受けます。島田の勝ち、アップライクだろ。トヨタが完全に捕まっている。あっと、あ、やっぱり
うわー、強烈エアプレースピン、スピード十分、高さ十分。でもスタミナではトヨタ選手ね、やっぱり粘りますから、無尽蔵のスタミナですからね、この人。いや、それにしてもあれだけ攻められてね。さあ、うまくジャックナイフで切り返した。すごい綺麗なブリッジですが、カウント2、うん、どっからでもフォールに持ってくるっていう人ですからね、トヨタって、はい、あ、ここでね、ペースをチャンピオンチームに持っていかれないようにしなければいけません。ここまでのところで山田選手あんまり出番なかったっていうかね、はい、蹴りを出してなかったから全然ね、そろそろ、ね、そろそろボコスカにされるんじゃない。あー、すごい、席を切ったように顔面蹴り。でもこれ分かってたことだから、はい、ね、ここは耐えなきゃいけないですよね。あー、すごい、うん、下田にとっては正念場。サードロープに足をかけていった。この4人の中ではかなり、まあ、比較的元気な山田が登場。下田返せ、カウント2。3本勝負を多くやってるってことですよね、チャンピオンチームは。そうですね、うん、やはりスタミナという面ではチャンピオンチーム一日の勝ありますかね。もうそれはやっぱりすごい差があるんじゃない、うん、経験では。まあ、なかなかこの 3W タッグぐらいですかね、3本勝負。そうですよね、みっちりやるのはね、ええ、そうしますとこの下田美田にとってはまだほとんどやったことないでしょう、うん、3本勝負なんか未知のゾーンじゃないですか、うん、3本目は。いや、それにしてもコーナーの美田選手も、うん、割と声が出てるって感じ、はい、でもどうにか山田を捉えればトヨタ死んでますから。そうですね、うん、3本目取れる可能性も出てきてますよね。相当辛そうですね、コーナーしてますよ、トヨタは、ね。まあ、何せはもう デスバレーボム2連覇作った後にパイルドライバー場内で、ね、パイルドライバーには作ってますからね、さすがのトヨタといえどもこの辺りはね。リング内は山田と下田、カウント2。ここは挑戦者下田、なんとしても耐えていきたいところ。まだダメじゃないですか。まだダメですね。あ、しかし2プラトンで行こうという、しかしトヨタ、あ、出てきた出てきた、あ、危ない、すごい、超デンジャース、すごかった今。完全にくの字に曲がってしまった下田の首ですけれども、次はないですよね、2人足持たれてますからね。あれはもう、手まで持たれちゃってるし、受け身とかそういうなんかレベルではなんかないようなね。足もうまく抱えようというところ、逆に抑え込まれてしまったか、カウント2。今みたいな甘い回転エビ固めは全然もらわないですね。一発逆転でクブリカを狙ったんですが、まあ先ほどからこのパターンでベースを取ってきた下田美馬組ですが、さすがに王者チーム、そうやすやすと同じ手は食らえません。山田は割と余裕持ってますよね、まあ、この中ではかなりまだスタミナ温存してる方でしょう、あっと蘇生しましたか、トヨタエプロンでうずくまっていたんですが蘇生したか、あ、今ちょっとね、やっぱりでも3本目だなって感じがしますね、疲れちゃってますよね。下田は今セカンドロップからダイビングボディープレス狙ったんでしょうが、距離があったですからね、距離がね、測り間違えましたね。やっぱりスタミナがありますね、トヨタ選手。いや、信じられないですよ、なんでこんなことができるんですか。先ほどまで赤コーナーでも完全にうずくまってたこの人がね、すぐ回復しちゃうんですね、この人。信じられないですよね、どういう構造をしてるんでしょうか。串刺しやっぱり、でもきついことはきついでしょうね。きついですね、まあスタミナの面ではまだこの下三田も温存してる方ですから、うん、頑張ってほしいところです。
まあ本当にこのタッグチーム、ここまでは明暗くっきりと分けてきた、まあプロレス歩んできたわけですけれども、ここへ来て挑戦者そして王者 3WA のタイトルをかけて戦っているというこの4選手、もう本当に下田三田の場合は這い上がってきたって感じですもんね。本当にそういった言葉がぴったりきますよね。もう紆余曲折長かったですから、この2人も北斗というね総帥を得てやっと形を成してきたこのラスカーチョーラス、さあ飛んでいくのか、おスワン式のダイブ、高さ十分、素晴らしい三田との連携プレーでスワン式ダイブ、そして三田は飛んだ、超重量級トペ、まだ行きますか、すかさずリング内、でも今のでいいペースに持ってきました、ペース取り戻しましたよね。またね、挑戦者チームチャンスだ、リング中央に放り投げて、ああこれは痛い、あのコンビネーションは定番だったんですけどね、やはりチャンピオンチームよく見ていた、山田がロープにとってエンズイ、山田としてはやっぱりやり残している技たくさんありますから、まだありますからね、まだ全然出してないでしょこの人、お飛びつき素晴らしい、飛びつきの横、おっと危ない、あびっくりした、いや3つやらせなかったのはすごかったですよ。下田もトリッキーになってきたぞ、タイガースープレックス、まあ最近この下田がフィニッシュホールドにしてるね、タイガースープレックス出しましたけれども、すかさず、いやコーナーに登る下田も生き生きとしています、一戦一敗のチャンスだが、ああまたベルトがちょっとね近づいたんですが、どうか、うまく丸めていった、カウントどうか、カウント、10分経過、やられちゃいましたね、やられちゃいましたよ顔面に、さあ危ないジャーマン、ハイスピードジャーマンだったんですが下田返した、いやなんかあの割と低空じゃないですか普通山田のジャーマン、はい、今日のジャーマンはすごいしなってましたね、いや右のところに行ったところトヨタもかわして、ガゼン今度見たと、これで分かんなくなったですね、いやもう一進一退だ、どっちがどうなってるのかよく分からなくなってきた、あ返したチャンス、あー惜しい、いや下田も冷静だったですね今ね、あー今決まったかと思ったんですが、ああリバース、これはね山田も焦ってますよね、ドリースペシャルをここで見舞おうというところ、おっすごいジャーマン叩きつけたキャンバスに、ものすごい落としましたけれども今、完全に返ったが、それでも、あ、三田もめげませんよ、あしかし下田が危ない、カウント危ない、もう目が離せない 3WA タイトルマッチ、挑戦者チームか王者チームか雑草かエリートか、サイクロンだサイクロン、かわしていった三田、かわしたまでは良かったんですけど、いや今あのリバースのねサイクロン狙いましたよトヨタ、あ山田がやっぱり元気だなまだ、あ三田はあ危ない、これか危ない危ない、いや王者タックの王者タックのデンジャラスのレスキバックを吹くか、これを食ったら一巻の終わりだ、危ない、いやー一回転した、あー下田間に合った、万事休すって感じだったですもんね、いやいやまだここでね頑張らないと、雑草といってもね雑草魂があります、あー場外に、あーすごい、
すごすぎる。またゾーンがねキックしたのに元気なんですよね、信じらんないですねこの人は。あれ自分の方がダメージ食うんじゃないかと思うんですけどね、だって高いところから飛び降りてるんですもんね、相当。何ですかこの合体は。ダイビングブレーンキックとジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスの合体。あー間に合わなかった下田がエプロンでうなられている。やっぱりチャンピオン強いですね、チャンピオンチーム。あー雑草やはりここまでといったところか。で内容は素晴らしかったですよ。やはり王者組紙一重、一日の長があったのか。最後は合体のお互いの得意技をミックスしての、そうですね、ジャパニーズオーシャン。2つの必殺技が合わさってたじゃないですか、はい。まあ、でもあれほどそれだけ王者チームを追い詰めていたということも言えますからね。そうですね、今高々と両手を挙げた王者豊田真奈美、山田俊夫選手チーム、見事大相撲へ成功いたしました。山田俊夫、豊田真奈美両選手に拍手のより認定賞を授与します。素晴らしい試合だったと思います。はい、今の拍手は敗れた挑戦者チームへの拍手でした。あなた方は大田区体育館で行われた 3WA 並びに全日本女子協会認定 3WA 世界タッグ選手権試合で2人力を合わせ見事勝利を収められました。この認定者のチャンピオンに応援していただきます。今認定賞をね手渡されまして、そしてチャンピオンベルトを今またもう一度腰に巻こうというこの王者チーム、トロフィーが渡されます。それにしてもよくやりましたよね、挑戦者チームね。すごかったです。うん、南さんどうでしたか。そうですね、やっぱりあのダブルのタイミングがちょっとずれたのもありますけど、はい、いいものをどんどん出してたと思うんで、はい、あと一瞬のやっぱり、うん、ホール技が少ないから詰め込まれた、うん、一瞬のタイミングで取らないとちょっと王者には勝てないかなと思います。技の数でいうとやっぱりこのチャンピオンチームの方が倍ぐらいありますよね。ですよね。でもすごい面白かったです。いや素晴らしかったと思います。まあそれにしてもどうでしょう、これにめげずにというのはなんですけれども、もう一回チャレンジしてもらいたいですよね。もともとすごい差がついてたところこんなにここまで詰まったかって、まあ、正直な感想はね、だからこそみんなが今日は下田君を応援しちゃったんだしね。まあこれだけの大観衆が見届ける中あれだけの試合をした、まあわやという場面が何度もありました。ありましたね。もうまああの敗れはしましたけれども、お客さんに対するアピールというか存在感というか、下田三田組94年面白いぞってそういう感じですよね。そうですね、主役の一人というか一組でしょうね。はい、今日のセミファイナル 3WA、タッグ選手権試合はまあ残念ながらと言っておきましょう、下田三田組前線しましたが、あと一歩ベルトに手が届きませんでした。はい、見事初防衛を果たしました山田俊夫選手と豊田真奈美選手です。どうぞ、大丈夫ですか豊田選手は。はい、じゃあ山田選手、はい、見事初防衛でしたが、今日の試合はどうですか、ズバリ大激闘でしたか。別に甘く見てたわけは全然ないんですけど、やっぱりもう何年か前ですけど当たった時よりはやっぱり手応えがあったですね。で向こうも向こうなりに自分たちがどう映ってるか分かんないですけど、まあ、やってて楽しかったっていうか辛かったですけど、やっぱ同期だなっていうやりごたえがあったというような感じですよね。豊田選手ちょっと一言だけ、どうでしたか今日は下田見た相手に。もう記憶がない。それだけ激しい試合をやったという実感がありますか。なんで記憶がなくなっちゃうの。デスパルームに扱って。あ、そうですね、2本目は向こうの攻めはかなり厳しい攻めで、自分が指示した通りに動いてただけなんで、ただ最後はもう3本目は、見事に一気に連携で決めましたが、もうやっぱ本当は自分が取りに行きたいところなんですけど、やっぱ2本目トヨタ取られてるんで、やっぱトヨタに仕返しをしてもらわないと。
なかなか山田選手は大人になったなというか、立派なでかくなりましたが、次防衛戦どうでしょう。もう自信たっぷり取り戻して今年また再スタートということですが、次の防衛戦になるということはどうでしょうか。今年初の防衛戦で、まあ思い切りできたんで、次もまあどんな相手か分かんないんですけど、もう2人で力を合わせていくしかないですね。はい、見事初防衛を果たしました山田トヨタ組チャンピオン組の勇姿でした。はい、メインイベント 3AA 世界シングル選手権試合、まずは赤コーナーチャンピオンアジャコング選手ですが、今日は3度目の防衛戦、正月にね堀田選手とは、やって不覚を取ったという形がちょっとありますが、今日はどうでしょう。そんな昔のことは忘れた。これ3度目の防衛戦、去年はダイナマイト関西選手とこうベストバウトを取った試合で、まあ、工藤選手となかなか感動的な試合がありましたが、今日の防衛戦どんな試合になりそうですか。いい試合なんかしない、潰すだけ。堀田選手の印象、最近の具合どう思いますか。別に、なかなか今日は気合いの入った怖いアジャコング選手が見られそうです。そしてこちら青コーナーはチャレンジャーの堀田由美子選手です。ついに大一番やってきましたが、今の気持ちどうでしょうか。はい、昨年の3月関西戦をはじめカンドリーとも戦いました。結果は負けたんですけど、自分に自信がつきました。そして今年1月3日アジャにも勝ちました。それでますます自分に自信がつきました。もう怖いものはありません。もう今日の試合は本当にベルトを取るつもりで思いっきりいきます。はい、やはり赤いベルトって念願だと思うんですが、堀田選手はシングルのベルトっていうのはね、まだ手にしたことなくて、今日は何か一つやってくれそうな期待がありますが、ズバリやってくれますよね。そうですね、もうこの機会を逃すことはできません。はい、決意を固くしたところで、堀田由美子選手チャレンジャーいざ出陣です。お試合に先立ちまして、選手権保持者アジャコング選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。取れると思うなら取ってみろこら。本日のメインイベント 3AA 世界シングル選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者180パンス堀田由美子。赤コーナー選手権保持者230パンス、アジャコング。レフェリー村山大地。さあ、大田区王者伝説94、いよいよファイナルを迎えます。 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負、選手権者アジャコング対挑戦者堀田由美子のシングルマッチです。いよいよやってまいりました。リング上ご覧のように両者ともシンクのコスチューム。いやまずは張り手張り手、そしてパンチパンチ、あ顔面にハイテンションです。試合開始早々からハイテンションになってきました。小手だ小手か、あるいは突っ張りか。レフリーが間に入ってますけど、いや間に入った村山大地までも、いやこれハイテンションですね。いやこのままでは危ないと判断。ラケン、もう出ましたね。早くも一発ここで出しましたが、おっと顔面にキック堀田由美子のお株を奪う顔面へのデンジャラスキック。あといきなり場外だ、いきなり場外。さあアジャの
心中はいかに。今日はね、試合も直前までかなりこうヒートアップしていたアジャコングですが、あ、本部席、本部席いきなり行った、あ、いきなり本部席に行った、机真っ二つか、机折れた、折れましたね、完全に真っ二つでしょう。いきなり来ましたよ、アジャコングデンジャラスパイルドライバー。やーすごい、ちょっと今日のアジャどっか行っちゃってますね、なんかもう。いや、そして休む間もなくリング内、割とアジャコングも割と何でもできる方ですけども、今日はこのスタイルなんじゃないですか、うん。いや、それにしてもなんか怒ってますね、今日本当に。でも、いつもよりはアジャコングやりづらいと思いますよ。そうですか。はい。というと、このあたりが体重がある選手だから、ホッタは、はい、相手がね、はい、どっちかというと軽い選手の方が、はい、自分やる分にはすごいやりやすくて、相手の方にスタミナを全部、そうですよね、はい、うん。まあ、それにしてもホッタのこの体格も見事なもんですよね、はい。ここへ来てまた、でも黙ってないんですよね。あ、堀田もいよいよこれまではなすすべがなかった堀田ですが、裏剣、あ、裏剣ガードしましたよ、パンチいった、カットしましたね今ね、タックル、あ、もう殴り合い殴り合い、あ、まるで北斗対カンドリを見ているような状態、あ、怒った堀田、状態か、顎の先端、顔面顔面、恐ろしい試合になった。アジャコング石川の膝が顔面、これどっちですか、ちげてません、どっちかが、ああ、エルボー、完全にストリートファイトになった。おお、アジャが口切れてますね、口切れてますね今ね、唾吐いた時真っ赤だった、あ、折れたんじゃないですかこれ、これはすごい、すごい試合になりましたね、もう両者感情むき出しですよ。やはり先日の後楽園ホールで、どっちですか、血すごい出てますけど、すごいですね、まあ、後楽園ホールでアジャ の、ね、アジャの口ですかね、あ、堀田の手も切れてるんじゃないですか、小指の、あ、手がすごい、手がすごいですよね、小指のあたり切れてますね、切れてますね、うわ、予期せぬ流血戦になった 3AA シングルマッチ、指の間ですか、指の間だと思うんですかね、よもやの流血戦、どうですか、アジャ対堀田という組み合わせでこんな壮絶な、おお、やはり打撃戦じゃないですか、こんな試合になるとは、ああ、もう技も減ったくらいもないですねこれ、やはりあのアジャが堀田にピラミッドドライバー完全にホールを取られたのがね、かなり本人のプライド傷つけたようですけれども、どっちが一番2人の間でね、どっちが一番タフかっていうのを比べ合ってるっていうか、だからなおさら顔を当てに来るしね、あーすごい、あーすごい、あーちょっとすごい、何かこう見ているだけでも目を覆いたくなるようなシーンが、あー画面、これダウン取った方がいいですよ、あーダウンカウント取った方がいいですか、完全にノックアウンか、堀田軽いステップワークを踏む堀田が、危ない危ない、もうやめてくれと言いたいが、危ない、あー前から来て後ろから来ますね、アジャコング危うし、容赦ない顔面へのキック、堀田恐るべし、まあ、この今日はまだ技という技というのはこのファイルドライバーしか見てないですけどね、両者とも、うん、技とかあんまり関係ないんじゃないですか、関係ないですよねこの試合ね、どっちが打ち勝つかじゃないですか、あすごい、両者とも、あ
ホールに行かせませんよ、アジャは。それでもレスリングやってますよね。ね、あ、ホッタ、手の甲が爆発してきます。すごいです、はい、先ほどの場外戦すごいですよ、結構斜めにグローブとかそういうので切ったんですけど、ね、そうですね、ガーゼは口が切れてるから二人して流血戦になったとか、テーブルとかでも切れますしね。先ほどの場外戦で多分切ってしまったんですよ、石のやっぱ角とか。あ、本当相当切れ、血が出やすいところだから止まらないですね。あっと、そのーノーガードのとこに行ってやってました、手を押さえといて顔に行きましたね。ガードできないようにして、こんなのありかという。でもレフリーもダウンカウントとか取った方がいいですよ、これ危険ですよ ね、だってノックアウトってありですよやっぱり。いや、よもやの喧嘩マッチになった。3WA、あー、エンズイゲリー、喧嘩マッチっていうよりもこれは格闘技戦っぽいんじゃないですか、うん、さあ、エンズイゲリーからダイビングニールキック、今ドンピシャでしたね、ドンピシャでしたよね、側頭部。あ、カウント2も入れさせませんよ、あなた。よっぽどあの 1.3 後楽園ホールでのホール、うん、また応えているのか、アジャコング。こんな戦い方できるかっていうような、うん、まあいつもですとひょうひょうとこのリング前、あの試合前の挨拶なんかはね、こう語っていくアジャなんですけれども、今日はもうでも面白いですよね、あらわにしてましたからね。だからアジャって割と百面相みたいなのがあるんじゃないですか、うんうん、今日のアジャはいつものアジャとはちょっと違います。これがアジャじゃないですか、ひょっとしたら。ちょっとね、近寄りがたいようなね、鬼気迫る雰囲気。今まではこのどちらかというと 3WA のもうね、どっかりとこう腰を据えつけてね、どっからでもかかってきなさいよというそういうスタンスでいたわけですけれども、よもやの3カウントを聞いた 1.3 後楽園ホール、ちょっとアジャの形相が変わってきました。94年、さあその完全無欠アジャのこの 3WA のタイトルを奪うのはこの堀田由美子なのか。すごいですね、血が、うん、すごい容赦ない背中への蹴り。いやリング上は両者のコスチューム、そして両者から滴り落ちる鮮血でまさに真っ赤です。真っ赤に燃えている、そんな感じがいたします。今日のメインイベント、リング中央でドラゴンスリーパーはアジャコング。ここまでスタミナの消耗度はどうか。アジャこれ顔腫れてるような感じしますね。顔面かなりキックもらってますんで、あと小手たくさんもらいましたか、はい、目の周りとか腫れたらちょっとね、ちょっと見えなくなってきちゃうんじゃないですか。いやいや、だちょっと堀田の血がすごいですね。止まんないんですね、かえって体が温まっちゃってるから動いてるし、はい、壮絶な。でもこんだけすごいと多分縫わないと。あ、本当だ。うわ、堀田の左手、指とか切れるとこうやって腕上げてなさいって言うじゃないですか。すごいです、バタバタ。堀田の左手、壮絶な血が滴り落ちています。そしてその血がキャンバスにポタリポタリと落ちていき、あ、どうやらアジャが自分のペースに持っていこうかという。すごいボタン、スタイナースバジのバリのクラッシュだ。あんなに重い堀田をって感じですよね。赤コーナー釘付けの堀田、たっぷり助走をつけて、リングずれた、リングがまたしてもずれましたよ。見ました、今アジャが体当たりした瞬間に手の血がバーってこんなに出てたんですよ。
ちょっとあんまり出血量が多いとね、これはまあレフリーストップということもね考えられますから、そのあたりが心配なんですけれども、あーいや非常な非常なまでにその傷口を広げていこうというのがアジャコング。ちょっと見ていられない、ちょっと見ていられない、いやー非常なまでのアジャの攻め。堀田の左手をむしり取った。いやー堀田これは、いや何かこのシーク対テリーファンク見てるみたいな、ブッチャー対テリーファンク見てるみたいな。タイム入れましたよ。まあこれはねアクシデントですからね、血の量がすごすぎますから。今ドクターが入って傷口を見ます。あこれはちょっと血を一時的にでも止めないと危険な状態でしょう。あやっぱりバンテージでギュッと止めるしかないですね。ああ応急処置を取っていますが、うわすごいですばっくり、もう親指くっつけてますね本人が、ああバンテージを、あっ堀田が怒る怒る、ああ応急処置をしたバンテージを自らね、しかしこれ危険ですよね。いや熱くなるのは分かるんですけれども、アジャの挑発に乗ってはいけない堀田、限界までやるつもりですね2人。なんかもう手がむくんできてますからね。ものすごい喧嘩マッチ。いやその痛々しい左手を自ら差し出していった堀田、ちょっと見ていられない、これは痛い、場内からはブーイング、まるであのテリーファンクとブッチャーのフォーク攻撃で滴り落ちる血を見るような、あーすごいすごいシーンやんがい、すごい光景が今リング上で繰り広げられています。あーじゃあもうそこまでやるかというね、いやー勝負の世界はそこまでしても勝負に徹するか、やはり厳しい 3WA のタイトル。あ壮絶な試合になってきました。まさに血塗られたタイトルマッチとなってしまいました今日のメインイベント 3WA 世界シングルマッチ、挑戦者堀田由美子、思わぬアクシデントに苦境に立たれているが、今度はまた傷口を開いている、モンドに打って、いや危ない危ない、村山大地が止めるが、いやこれは熱くなってますよ。アジャ、あこれは反則取られますよ、あ危ない危ない、あ危ない、いやレフリーもねこれやめさせないとどうでしょう。大事にも至りかねますこの堀田の出血、うん、まあ痛めているところをね非常にも攻めていく、これはまあレスラーとしては勝負に徹するものの、傷口に噛みついていったアジャコング、すごい中国の経過、さあ堀田が、あこれはカリビアスプラッシュに持ってきたかったんですけどもね、あまだ頑張りますよ堀田、蹴りを一発入れた、え行くんですか、行きますかね、腕を固めているカリビアスプラッシュ、体重がありますが投げ入れた、カリビアスプラッシュ高角度、アジャコング100キロ超す体重が上がった、
執念としか言いようがありません。回転がね、小さかった分頭から落っこってきましたね。さあ殺人フルコースか、未だ勝って破られていないピラミッドドライバー。しかしまあ、おーすごいキック、アザコングがモンドに打った。あ、今アジャ顔面から血が出ましたか。あ、そしてニールキック、アジャの顔がむくんできた。カウント2、今軽く脳震盪起こしてるんじゃないですかね。今日の持ったの蹴りは本当的確に決まってますね。すごいです。あ、ピラミッドドライバー、この技で、この技で1月3日後楽園ホール、アジャコングから渾身のボールを奪っている。あー、水車の口、カウント、ちょっと言葉を失っている南選手ですが、どうですか終盤。いやー、なんとも言えないです。私は本当に勝ってもらいたいんですけど。あー、ほった、出血をしてトップロープ最上段から。いやー、アジャもね、よく見てますね、うん、一発目は決まったんですけど、二発目はもらえません ね。高角度バックロップ、この技にはアジャ自信持ってますからね。へそ投げバックドロップ、カウント2、熱戦というか死闘ですよね、もう本当に死闘決闘。あー、おー、すごい、いやー、平手って感じですね、本当すごい。北斗、タンドリ戦をも超えるかのような死闘、そして決闘になっています。カウント、終わりなき戦いになってきたのか、うん、それでも叩きのめすっていうよりは最初はそうだったんだけど、やっぱりフォールを取る大技になってきましたよね、展開が。あれ、起きて破りのピラミッドドライバーか。あー、そして起きて破りの裏剣気味に、裏剣じゃないですよ、裏剣エルボーみたいな感じですよ、今のはすごかった。後楽園ホールでもこの技でなんか裏の裏って感じですね、裏のエルボーで勝つのを見出してピラミッドドライバー持ち上げたが、そのまま対応を見せていった、ダブルノックアウト状態、ダブルノックダウン状態、壮絶極まりない、壮絶を極める決闘になってまいりました。場内は圧倒的にホッタコール優勢か、ホッタコールに後押しだ。ラッキーン、あそこから来た、ノーガードモノに食ってしまった、ウラケン、また少し出てきましたね、血が。いやまずいぞまずいぞ、これは水車落とし、水車落としか、ウラケンだ、幾度となくこの技で3WA を防衛してきた。ダブルアームの回、何をやるんだ、何を、水車落とし、この技でダイナマイト関西を破っているアジャコング。でも壮絶な試合だったですね。最後は19分43秒、20分近い死闘のフィリオドは水車落としからすかさずパックユーのねポーズをしたアジャコング、すごいですね。いやー、ちょっと今試合後も近寄りがたいような、そんな雰囲気を醸し出しているアジャコング、マイクを握った。ポーズ、一体この前場マットどういう図式になっていくのか。94年は
誰と組もうか勝手だけどな、その相手にこのアジャコンゴを忘れるなよ。お前の相手すんのはこのアジャコンゴしかいねえんだ。アリーナ武道館とどうでもいいやってやるからな。いいか、お前の反対側のコーナーにいるのはこのアジャコンゴだけだ。北斗晶が控室に戻っていきました。今のマイクアピールですけれども、南さん、はい、アジャの言葉がちょっと辛辣だったんじゃないですか。そうですね、真剣にこんなことぞって言われちゃったんですよ。言われちゃいました。ここにも一人いますよ。はい、いやいや、このままちょっと黙って引き下がるわけにはいかないでしょう。北斗がちょっと言ったのにはちょっと気になるんですけど、北斗が、おどうしたんでしょう、どうしたんでしょう。今堀田が北斗を止めに行ってるんですよね。あ、北斗と堀田、堀田が来たんですね。おやさん、タンドリが戻ってきたんだ。あたしの中、堀田だ。戻るぞ、俺ら。無理。いや、今のはこれは堀田ホット組みたいアジャブル、アジャブル、アジャブル。いやいやいや、認定賞アジャコンゴの中は大阪大会で行われたスピードウェイ。まあ今認定賞呼ばれてるからちょっと場内騒然としてやまない、この大阪大会全員が総立ちの状態ですけれども、そうですね、あ、でも結構ダメージ多いですね。多いですね。顔がむくれてますよ。それに今歯、歯気にしてみましたから。あ、そうですか。ね、いや、この試合を見る限りでは次のその、それにね、北斗選手が、はい、現れたんで、堀田のところにみんな目がいかなかったけど、堀田すごかったですよ。そうですね。すごい試合だったんですよ、これ。もうちょっと強く出てもいいですね。強く出てもいいと思いますよ。うん、まだまだいけますよ、堀田は。だってちょっと限界以上に戦ってるでしょ、うん、優しいんですよ、堀田は。ここ一番で怒ってくれればすごい選手だと思うんですけど、いや今日でも試合前かなり怒ったんですけど、そうですね、あ、まあ、最後はね、あと一歩、すごい試合だったんですよ、これ。なんか今ゆっくりと、私はこの近場で解説やってよかったと思います。はい、うん、いやいや、でもちょっと60年組ここは奮起一発ね、大変なことが起こりますよ、まあ、何年組っていうのは関係ないんですけどね。そうですけどね、ここにもいるぞなんて言って、はい、はい、稀に見る壮絶なる一戦を制しましたのはやはりアジャコング選手です。どうぞ、3度目の防衛戦、堀田選手を相手にこう目に物を見せてやったという感じですが、どうですか。まあ言った通りだよ、今日が堀田の命日だって言ったろ。堀田選手もこう、手のひらを裂傷を負ったような、あ、なかなかこうどつき合いというか打撃戦前半からすごかったんですが、やはりアジャコング選手の本能を見た思いですが、どうでしたか。まあ、もともとこれがアジャコングの本来の姿だからな。今までは結構おとなしくしてやってたけど、今年はアジャコングフルパワーでいくから、まあ他にもこういう風になる選手がどんどん出てくるんじゃないの。そして試合後、北斗晶選手を呼び込んで、
あと彼女の残された3つの試合に名乗りを上げたというか、必ずやらなくてはならないというところでしょうか。北斗潰していくのがアジャコングが生きる道だから、北斗晶潰すのは私しかいないしね。だから北斗と戦えるんだったら、あいつがタッグ組む相手は誰であろうが関係ない、私の眼中にあるのは北斗晶だけだから。あのブル中野選手の名も挙げましたが、その辺のところはどうなんでしょうか。まあ、あれそれなりの相手に対するのはやっぱりそれなりの相手じゃないとな、いけないだろうから、それにはやっぱりブル中野しかいないでしょう。というわけで、また次の防衛戦もありますが、北斗晶選手とのこれからの戦いもどうなるのか興味があるところで、アジコング選手、壮絶なる防衛戦でした。いやー、それにしてもメインイベント本当に壮絶な試合、ちょっとね興奮まだ冷めやらぬ、全員がねお客さんも総立ちで、この余韻を楽しんでいるという、そういう感じですけれども、うん、余韻というか、うん、そしてタッグとシングル、はい、両方前場っぽいんですけれども、うん、全く違うカラーのものを見られたんで、はい、アジャは本当にこういう試合をやるつもりで、うん、来たんでしょうね今日は。いや、それにしても北斗堀田対アジャブル、これは、うん、そうです、もうほぼ実現間違いないと考えていいんですかね。そうですね、こんだけのお客さんの前で言っちゃったんでね、はい、いや、いつになるかは分かりませんけれども、はい、ビッグマッチのどれか、どれかでエントランスにどれが実現ということですね、はい、いや、これは本当に目が離せない94年全日本女子プロレス、待ったということになりました。いや、斉藤さん、はい、南さん、今日は本当にどうもありがとうございました。お疲れ様でした。本当にすごい試合でした 3WA、タイトルマッチ、この辺で興奮冷めやらぬ大田区体育館より失礼いたします。どうもありがとうございました。